日記をいつも書くようにしていて、普通に紙のノートにペンで日記をずっと書いていて、それがまあ仕事にというか自分の人生に全般にとって欠かせないかなというふうに思ってます。もともと私高校生の時にアメリカにインターンシップじゃないですけど、そんなような形で行った時があって、たくさんの価値観がこう流れ込んできてめちゃくちゃ勉強になった一方で、これって結構しばらく経ったら忘れちゃうんじゃないかなというふうに思いまして、そういう気持ちを忘れたくないなと思ってアメリカに行った時にホテルに帰ってから書き始めたのがきっかけで、でその次の日も書いて次の日も書いてっていうふうにして、まあ、16歳ぐらいの頃から続けている感じですね。で人が言っていたこととかもやっぱりその時その時はなるほどと思っても結構忘れちゃったりとかあるので、そういうのもメモするようにしていて、あとはなんか自分が今何を考えてるかっていうのを可視化できないとなんかモヤモヤするんですよ。だいたいモヤモヤしてる時って理想と現実が違う時なんですけど、じゃあ自分の理想の状態って何なのかっていうのを書いて、それを叶えるためにどうしたらいいのかっていうのを書いて、実際に結果を書いて振り返ってみたいなことをやるようにしてます。ついつい目をつぶってあまり自分で認めたくないこととかも正直に書くようにしていて、そうじゃないとこうなんとなく自分に嘘をついたまま人生が進んでってしまうのが怖くて、これからの社会人生活こういうふうにやっていきたいっていうのを書いたんですね。でその時22歳だったので、25歳になったらこんなふうにしてたいみたいなのを書いて、それをやったおかげで実際にずっとその自分に対してプレッシャーがかかるの で結果的に25歳になって誕生日の日にそのノートを見返したんですけど、もうほとんど叶っていて、なのでやっぱり無理かもしれないと思いながらも一回ちょっと自分に正直に本当にやりたいことを書くことによって、結果的に自分が無理やりでもそれに自分の現実をこう近づけていくんじゃないかなみたいなのが本当に仕事においてもすごく役立ってるなと思いますね。